皆さんこんにちは、ポケモントレーナーのまおりです。動画をご視聴いただきありがとうございます。本日から YouTube 配信者デビューしました。今後ポケモンの動画を投稿したり配信したりする予定です。この動画は今後 YouTube で活動するためのテスト投稿用動画となっております。テスト投稿とはいえ中身何もないと面白くないので、ランクバトルを2000ほど収録しました。それではどうぞ。対戦を続けるか。またランクが下がっちゃったな。2万6000位か。参ったな。対戦相手見つかりました。のび太くん対戦よろしくお願いします。はっ、のび太くんあれだな、フェアリーオーロンゲ先発で来るのかな。オーロンゲ先発読むんだったらアイアンとか言うと、アイアンとルカリオが来た時にきついな。気になるんだけどさ、ヒギダルマってアイアンとの出会い頭耐えるんかな。エレザードは必須だな。エレザード行った方が裏に通しやすいので、エレザードはあり。なんとなくなんか先発ドリューズとかだと結構きついかな。うちのパーティー特殊受けらしい特殊受けがいないからな。必須に全滅とかされたらまずい。ドリューズの突破ラインが見えないな。ギャロドスはでもギャロドスでやろう。どうなんだろう、相手の先発がオーロンゲだったらいいかな。オーロンゲだったら出会い頭でも負けよ。ロンゲよし。ダズラ心の効果で補助技の優先度も1上がる。そう考えてると思うんだよね。だからリフレクターを張りたいよな。甘いぜ出会い頭。知ってるかな相手。よし通る。落ちないか。リフレク好きなようにされちゃったな。そっか、出会い頭じゃ落ちないのか。勉強になったな。ここ光の壁かな。アイアンヘッドで。光の壁か。あ、トリック。ふーん、何してくるの。方向の尻尾とか。粘土あんまりいいじゃない。まあまあまあ、光の壁張られなかったのは美味しいといえば美味しいし、光の粘土だって分かったのも美味しいといえば美味しい。何が来るかな。ドリューズか。ドリューズ型破り。そうだな、剣の前とかされるのが一番嫌だから、バカ力打っとくか。このターンダイマックスされるかな。あー、弱点保険食べられたら面倒だな。しまった、間違えたかもしれない。ゲーム先手必勝のところ、あ、剣の前とかではない。でも弱点保険食べられたら面倒だな。さあドリューズダイマックス。片破り出なかったね。出なかったよね。忘れちゃった。砂滝だったらここ大ロックなのかな。当てる。あんま汚ねえな。やっぱり保険には加入してないのかな。
あ、加入してた。保険降りて、保険降ります。ダイロック？アースか。トップ上げるか、それは辛いな。いやー、トップ上げるのは辛い。このターン、ギャラドスが上を取ることをかけよう。きついかな。ダイロックで負けちゃうかな。落とせないかな。これで。まだまだ壁は続くんだよな。ボール貼らせてもらうぜ。ロック、なるほどね。怖いなんだよな。大ストリームじゃ落ちないやろ。ストリームいつか。でも高校で雨になったら美味しいで美味しい。あ、戦争か。いや落とせないかな。おっちゃん落とせないか。意外とっていうか結構きついな。負けだなこれは。ダイロック、いや一発で落ちるような気がするだよね。砂嵐になる。まだ勝ち筋はあるな。うちのエルザードは自慢の砂隠れ。相手はここでダイマックスが終わるから命中が不安定な状況の中でエルザードに攻撃を当てなくてはいけない。あの壁もあと1ターンで剥がれる。ここはかわせば全然チャンスあるな。悪の波動威力80、ハイパーボイスの威力は130の半分だから65ぐらい。悪波で、あ、あれ、あ、砂吐きじゃないのか。よかった、それは大丈夫だ。相手のらしいって何かな。砂かきじゃなかったか。そもそも上取れてるんだったらよかった。雪だるまか。これはワンチャンというか全然あるな。どっちでもいいな。10万ボルトで。まあここでナイスかわしを見せてくれないかな。スカーフか。砂隠れ決まったぜ。うちのエレザードは一味違うんだぜ。残念だったな。決まった、バカ力。そして残念、二味も違うんだぜ。気合のタスキ決まった。いや勝ちましたね。これは危なかった。正直負けるでもおかしくない。はい、左馬突破。いやうちのエレザードは一味も二味も違う。そこを見せられてよかった。のび太さん対戦ありがとうございました。さあどんどん行こう。はい、あざます。新エレザードの活躍が見せられてというか取れてよかった。対戦相手見つかりました。ねめさん対戦よろしくお願いします。ローランク帯ぐらいの人か。この辺強いんだよな。あ、エレザードいる。ミミってリザードン、ヌメルゴン、エレザード、アマージョ、ドリューですね。ヌメルゴンはきつい。
ードが本当に受けにくいな、こう相手にしてみると。ドラパルト大切にしよう。エレザードはハイパーボイスで倒す。うん、ハイパーボイスの通り悪くないもんな。ミミック厄介だけど、ドラパルトを入れなきゃ多分突破できない。ドラパルトエレザードできついのがヌメルゴンとミミッキュ。ヌメルゴンとミミッキュに強いのがなんだろう。ヌメルゴンとミミッキュか。ミミッキュに強いのはドサイドンだけど、いやドサイドンは割とありか。ヌメルゴンとミミッキュ、ヌメルゴンか。ドサイドンいっとくか。ギャラドスでもよかったかもしれんな。メメさん対戦よろしくお願いします。さあ相手の先発が何かな。エレザード、よし、心が通じちゃった。色違いだと。なんだってお互いにエレザードとやるじゃねえか。この勝負俺が制させてもらうぜ。ハイパーボイス、いけ。よし、ボルトチェンジ効いてきた。やりよる、冷静だな。ん、火力が高い。メガネか。メガネの火力だよな。こっちのメガネは、こっちがメガネじゃないってことがバレたような気がするな。お相手エレザードの指揮者だったりそうなんだよな。ミミッキュ、ミミッキュか。ジャレ打たれたら普通に負けちゃうからな。ドラハイドンに変えるか。うまい。やりよる。それは強いわ。ミミッキュが来た時のことを考えると、ドラパルトな。通る技が、一貫する技がね。いや波乗り打ちづらいだろう。あ、うまい相手。ドラパルトで。なんだって。アマージョン。それは有利とも不利ともつかんな。お互いに3体見せたな。ただアマージョは辛いんじゃないか。ここはダイモンでいいよ。エレザード出せるかな相手。ダイモンで引っ込めてきそうだけどな。あ、なんか俺相手のアマージョンの方が方っていうか、どんなポケモンなのかあんま知らないんだよ。もしかしてここドラパルトを残さないといけないのか。一撃で負けたらゲーム終わり。もしかして。大フェアリー、それは負けかな。強い。いやー、まだやりようあるはず。
か。レザードではきつい。ドサイドンが4倍を耐えるかな。ここは賭けだな。耐えろ。玉溜めプラス砂込みでアマージョを落とせればいいと思うんだけど。そしてアマージョがタイプ1草技を持ってたとしても、ハードロックで AC 満タンだったらいくら4倍弱点といえどドサイドも耐えるんじゃねえか。こいつ防御、物理防御だもんな。うん、ここドサイドが耐えれば全然勝ちをまだ狙えると思うんだけどな。よし。いやー耐えろ。耐えないかな。えらい。よーし、保険が降りる。うん、弾のダメージとロックのダメージ、まあ失敗。ハードがぶん殴ってくれたんだな。さあどう出るかなお相手。まあエレザードから突っ込んでくるだろうな、普通に考えたら。スタートから突っ込んでくるよな。何を迷ってるの。ミミキからかな。相手の方が有利だと思うんだけどこの状況は。ミミキからだ。何食ってんのお前。あっけ。あー砂だめ。回復31、44。耐えそうな気がするな。次の歌ドリームパンチは、ロックで耐えないかな。引っ込めた。エルザードミニキュの方がミニキュを残した方が勝ち筋が濃いと判断した相手。よし、素晴らしい。 HP57 と持てば半分でも20いくつだから、割とまだまだ勝機あるよな。あるか本当に。果たしてどうか。砂が終わっちゃうんだよな次のターンで。ロックブラスト打ちますか。ドレパン耐えないかな。耐えないか。まあそこはしょうがない。砂がこのターン終わっちゃうんだっけ。あと1ターンあるんだっけ。次のターンまだ砂あるな。そしたらここを回避すれば勝ちだ。
ドレパンは気合でかわします。10万ボルト2発10万入れれば勝ちだからな。よし、いいダメージかわせ、勝った。素晴らしいエレザード、いやー強いですな。あとはこの体力の幹を削れるかどうかなんだよな。草がここで消え去って、いやこれダメかもしれないな、ギリギリ足りないんじゃない。10万で落とせないんだったら悪の波動にかける、いや10万にかけよう。オッケー、1ない、ダメだ。ドレパン、それは耐えないじゃん。耐えた、偉い。エレザードの HP そんなもんだもんな。オッケー、勝ちましたね。素晴らしい、ドレパン耐えるのは偉いな。よかった。いやエレザード強い、相手もなかなか強かったな。よし、エレザードの10万ボルトが決まる、ミッキー突破、よし勝った。いやー2連勝気持ちいいですね。メメさん対戦ありがとうございました。すごい、いやー充実したバトルでしたね。2000いいのが取れたので、これを初めてのテスト用動画に上げることにするから、いやよかった。いやなんとかいい開幕戦ができたんじゃないかっていう気がするぜ。よーし、ここで終わります。ありがとうございました。かわいい